中1から清楚で上の大人のチームと対戦する時が多くなって、なかなか勝てなかったり、でも勝った時の喜びだったりっていうのはすごく印象に残ってます。もっと上のレベルでサッカーしたいってなったところで、親がそのアカデミーサッカーがあるっていうことを探してくれて、それでセレクションを受けてみようってなって、それがきっかけです。いろんな県から集まってきてますし、こんなにも女子サッカー選手がいるんだっていう感じでした。入ってからは少し不安っていうか寂しいなっていう部分があったんですけど、やっぱり周りの仲間がいたんで、そこはどんどん慣れていって楽しくなっていきました。強みにしたいですし、やっぱりやっている中で、まあ、ここのポジションを極めたいっていう気持ちもある時はあったんですけど、今はすごく強みに自分の中ではなってるので、どこのポジションでも自信を持ってプレーできるようにしたいなと思って、今はボランチでプレーしています。セッションの時はボランチはないです。林選手がいたんで、はい、高校から毎日セッションに通うようになって、アンダー世代とかの代表も行ったりしてたんで、そこで切磋琢磨っていうか意識し始めて、仲間でありライバルって感じで高め合っていけたかなと思います。自分にとっては家族っていう感じですかね。でもピッチ上ではみんなライバルで、意見も言いますし、バチバチやりますし、でもオフザピッチではみんな仲いいってところがすごく家族っていう感じがします。ずっとセレッソでプレーしてきてたので、新しいチームに行ってやっぱりすごく大変だなっていう最初は思いました。サッカー人生の中ですごく大変な思いをした1年になりました。まあ、サッカースタイルも違いますし、文化も全部違うんで、そこに合わせるのだったり、そこでも自分らしいプレーを出すためにっていうところですごく苦労しました。アメリカで試合に出れなかったのが自分の中で残ってたので、スウェーデンではもっと自分を出して試合にもっと関わりたいっていう思いがすごくあったので、今スウェーデンリーグで、去年はリーグ3位に終わったので、今年はチームで優勝したいなっていう思いで、あと半年頑張っていきたいと思います。今年チャンピオンズリーグに出れる権利というかがあるんで、出てみたいって思いがあったので、そういうチャンスがある中でもっと頑張っていきたいと思います。富山しのみ選手に期待したいと思います。去年アイナックで、定期的に試合にも出てましたし、まあ、すごくポテンシャルのある選手なので、今年はセレッソで期待したいと思います。チームを引っ張ってくれることに任していきたいと思います。まあ、難しい時期ですけど、やっぱり自分たちもレベルの高いところでプレーして成長できたので、そこをいい経験にしてほしいです。